さっきのお宮の裏側みたいな意味合いですかね、戸賀神社の、うん、あ、ちなみにさっきの往復切符ね、普通の往復切符だとね、あの往路と複路があの、ね、同じ駅でないといけないということが多いんですけど、この場合はあのエリア内でしたら発着で発着すれば大丈夫ということなので、こういうふうに、まあ、隣まで歩いてとかね、ちょっと新城までね、別の手段で移動して、でまた新城から使うというのは OK みたいです、ね。まあ、なかなかこの間を歩いてね使ってっていうね、こういう奇特な使い方をする人はそういないと思いますけどね。あ、豊川市の一宮庁舎はこっちの方なんですね。で、本宮の湯はこっちを曲がってた方なんだ。ちょっと、まあ、多分途中にあるはずなんですけど、駅がね、ここでとりあえず曲がっていっときましょうか。この辺りいいはずですからね。よし、一応渡ってから確認しよう。確認したら全然まだまだ先でしたね。半分ぐらいでしたね、まあ、せっかく折れたんで一本奥の筋からも行けるみたいなんで、そっちから行ってみようと思います。この筋か、そうですね、そこがもう踏切ですからね。近くに養鶏とかなんかあったから、養鶏場の香りがしますね。で、こっちをずっと行ったらいいみたい。あなたも全部一宮になってるんですね、やっぱし。はあ、あ、これ多分あれですかね。あ、これは違う、豊川だ。豊川のマークだ。動画、カタカナの動画4つに川ね。そうだ。あの一宮の昔のマークかなと思ったけど。これだ、これがね、昔の一宮のマークだ。一宮町のマーク、これね。これで、ひらがなのイとチーを組み合わせたんですね。そうそうそう、これだ、一宮のマーク。下を向いて歩くといろいろあります。こっちは完全に住宅街って感じですね。よいしょ。しまった。手拭きタオルを買おうと思って忘れてましたね。逆に汗をバンバカ出させてくれそうな松明なんて買ってましたけど、ね、そうじゃない、今クールダウンさせるやつが必要なんですけどね、間違えましたね。あ、暑いな、しかし暑い。またな、駅に行くところがあればいいんやけどな。おおい、マスカットもあった。もうそろそろ行っとる気が結構はずやけどな。完全に住宅街の中やけど。こんにちは、走っとるんや。一宮東部小学校、小学校の名前ちゃんと一宮なんですね。あれ、なんか急に森になったけど。いいのか、このままずっと向きないでいいんだ。そこは、あ、幼稚園か。小学校じゃなさそうですね、幼稚園っぽいな。広いですね。都心の幼稚園だとね、結構
全然遊び場がね狭いよねっていうところが多いですから、こんだけねやっぱ広いといいですよね。ちょうどなんか森の中って感じですけど、あ、電車が走ってこうとかしたけど、あ、休園ですよね。まあ、4時15分か、立派な遊園地ですね。遊園地じゃない、幼稚園か、ね、あ、書いてあるな。あ、私立なんだ。私立の保育園なんだ。一宮東部保育園になってますね。私立にはこんだけ立派な保育園があるんだったら、キャパシティも広そうですもんね。あ、これ水路ね。なんかありますね。一宮営業所。いいですね。ほかになっとると一宮感があっていいですね。で、そろそろ一回地図を確認した方が良さそうかな。あ、ここだ。ここ曲がったらいいんだ。ここみたい。なるほどな。汗は出る量、暑さですけど。全部そうだ、なんか、すごいな。これこっちでいいか。あ、これか。あ、そこだ。あ、駅ってなってる。そうですね、完全に住宅街の中に溶け込んでる感じですけど、よいしょ。お、あったあった、中山駅ね。着きました。ここですね。お、あったあった、中山駅や。へー、あー、いい、ちょっとウォーキングにいいですね。あ、こんにちは。あれ売店ではないのか。自販機はチェリオンもあるし便利そうやね。こっからね、列車の量は面白いですね。12時台だけポツンとなくて、あとはずっとあるんですね。大体30分に1本か、1が2本にも使えるですよね。新城まではですから本数が稼いであるんですね。で、そこから先は本流しの駅だったり岡谷駅だったりっていう感じ。なるほどな、こんな感じと。で、こっちまでいいのかな。ちなみにここは中山が宮さんか、徒歩2時間。これは車で来よう。徒歩2時間これはエグいな。だから、あ、飯田線はちゃんと勉強してるのかと思ったらそうでもないみたいですね。お、ちょうど電車来ますね。ナイスタイミングじゃないですか。ね、
もう日頃の行いの良さが出ましたね。すんなりきましたね。こんなとこにあるこの列車は普通列車の豊橋行きワンマン列車です。次は三河一宮です。